私の好奇心が誰かの役に立つかもしれない。デジタルビジネスデザインコースにワクワクする。好奇心をもっと信じてみようかな。お、質問できるんだ。聞いてみよう。友達登録と。はじめまして、チャットボットのミレイです。何か聞きたいことはあるかな。授業で何を学べるのか気になる。講義科目ではどんなことを学ぶのかな。どの科目について知りたい。先端デジタル分野の理解1。先端デジタルビジネス分野の基礎知識を学び、代表的なデジタルビジネスモデルについて学ぶことができます。先端デジタル分野の知識や世の中にあるビジネスモデルを学ぶのか。じゃあ演習科目はどんなことをするのかな。今度はどの科目について知りたい。デジタルビジネス企画ワークショップかな。講義科目で得た知識をもとにデジタルテクノロジーを活用したビジネス企画を体験しながら学びます。なんだか面白そう。私、コースにはないけどプログラミングもしてみたいな。さあ、どれがいい？プログラミングフィールド。プログラミングフィールドではどの学生もプログラミング技術を演習を通して学ぶことができます。うわぁ、いっぱいできることがあってどの分野に力を入れたらいいのか分かんなくなってきちゃった。 AI とか VR とかデータサイエンスとか、しようかな。 AI、 データサイエンス、どうせだったら全部やっちゃえ。このフィールドを極めた者が日本の未来を描くデジタルビジネスデザインコース。